どうも。バンです、えー、本日2024年7月11日時時刻は夜の9時で立花、えー、隆さんがですね急に東京都知事選挙に立候補された石丸新知氏に対して対抗心をむき出しに、えー、出さはり始めました。なぜなのかこれバン TV、えー、意見したいところがあります。えーまあ、大方の 方がですね、えーまあ、こうなんじゃないかなというふうに予想しはる通りの分析だと思います。全ては大津綾香氏への策略を少しでも優位に進めるためこのためだけに、えー、どんなことがあってもちょっとでも優位なことがあったら立花さんは、えー、こういうねことをやってきはるんじゃないかなというふうに思った次第です。えー、説明します、えー。石丸さんはですね えー、今現在どなたかと何かこう対立関係にあって、えー、和訳ちゃんになってるなんてことは基本的にないですね。あの秋武田,田氏の方で、えーまあ、揉めてましたけども、まあ、ちょっとその話は切り離します、えー。大津彩香さんですね。大津彩香さんは橘さんと今敵対関係ですねずっとですね。で橘さんはですね 大津彩香と石丸真二氏はそっくりだというふうにもう何度も何度もここ数日ご主張をされてますなぜか石丸真二さん今東京都知事選挙後半から東京都知事選挙が終わったところあたりのね記者会見あたりにターンを走って、えー、今メディアからですねやり玉に上げられて、えー、吊るし上げ状態になっております えー、パワハラに近いような、えー、ことを言動として、えー、いつも言ってくるというようなね、まあ、そういうような記事が溢れてます。で石丸さん今結構ピンチだと思います、えー、これに便乗して立花さんが「石丸イコール大津」というふうにロジックを立てて。 石丸諸友大津も葬りされたいというふうにお考えなんだというふうに思いますえー、これはでも短絡的思考だというふうに思いますなぜか石丸さんの支持者を大きく敵に回すからです立花さんにとって石丸さんにはですねネットを中心に多くの支持者がおられますその方を多数敵に回すことになります立花さんそんなことはどうでもいいんですよ それよりも今やり玉に上がっている石丸さんイコール大津彩香氏っていうふうにこじつけることによって大津彩香がいかに悪いやつなのかっていうのをですねもうほんの1%でも0.1%でもいいから口実にすることが橘さんの目的だといういううふにます。石丸さんを攻撃する理由なんて立花さんに一つもないんですよ。 でも攻撃することによって大津彩香イコールな何,何でも言うとおりですよ大津彩香イコール石丸慎二っていうふうにしたいんですよ立花さんはそれが狙いだというふうに思います石丸さんええー、迷惑ですよね <laughs> 石丸さんどなたかと対立関係に、ね、あるんですかね全然構図違いますよ立花さん立花さんがおっしゃるにはですね ポスターの件そっくりじゃないかっていうふうにお,おっしゃっているんですけどもえっとねポスターっていうところだけが一緒なんですよ。中身の構造はまるで違います。論点もまるで違いますえっとねお金が払いたくないっていうところでは一緒なんですけれどもえっとねそもそも大田赤さんのポスターの件はですね橘さんと揉めているところでのねポスターの話なんですよ。 石丸さん、誰かと揉めてますかね。まあ、あの実の妹さんがどうのこうのって話が出てきてますけれども。そこは論点じゃないですよね。もう一つ、同喝の件っていうふうに。立花さんおっしゃってますよね。まあ、このポスターの件、同喝の件が。石丸さんが今やり玉に上がっている最大の二つの理由ですよね。で、この同喝の件。立花さん、これはかなり後日件近いです。大津彩花さんって。 どなたかに同活されましたか、ね、橘さんいわく僕が同活されてるっていうふうにおっしゃってるのかなそれ逆ちゃうというふうに思うんですけれども石丸さんが誰かから同活されたようなこ同じような構図ありましたっけ多分ないですよね。同活の件はままるで構図が違いますでもそんなことはどうでもいいんですよ。 めこっちは名誉毀損ですね。要するに名誉毀損とポスター。要するに外観が似ていれば視聴者を誘導できるんじゃないかなというふうに立場さんは考えられたんだと思います。中身はまるで違います。でも多くの人は外観しか見ないのかなというふうに思いましたね。立場さんはそこを狙っておられるんじゃないでしょうか。 とということですねでもね、えー、これによって新たに大津彩香さんの、えー、信頼性ですねつまりあの、えー、信用をいかにして失墜させるかっていうことに立花さんが躍起になっておられるわけですけれども立花、まあ、さんの今回の行動、まあ、一方的対抗心ですね103に対する一方的対抗心を燃やすことによって大津彩香さんのですね、えー、社会的評価を より一層、えー、低く紙、えー、面がそういうようなねことにつながるかって言ったらもう立花さん支持の人はもう大津さんけしからんですよね。でよりたくさんの人ね、まあ、この辺にいるよりたくさんの人が大津氏けしからんっていうふうになるのかなうんほんの0.01%ぐらい。 えー、大津市けしからんという人が現れるかもしれないそのぐらいですよねその0.01%大津彩かしけしからんということを増やすのが立さんのの今回の目的です自分自身に降りかかってくる石丸さん支持の人からのね、えー、敵対心ですねそんなことよりもいかにして大津彩かしを貶としめるか大津彩佳さんの。 えー、社会的信用を失墜させることがどうやったらできるのかということをもう常日頃日常24時間考えておられるのだというふうにバンテビは思いました加えて言うならばですね今メディアが石丸さん叩きに走っています立花さんはこのメディアの流れを利用しようというふうに思われたということも多々あるというふうに思いますね 橘さんいつもメディア批判されてますよね既得権を持つ大きな報道機関は真実を報道しない NHK 消しからんでいつも言ってはりますよねでもメディアが石丸真二氏を叩き出したそれを橘さんは今回利用されようとしているわけですねその利用何のために大津彩香を少しでも落とし入れるためにと いうことですバン TV はそういう風に分析しました恐ろしいですね怖いですねはい本日以上ですではでは <music>